あなたにそう言ってほしくて、柳原加奈子のワンダフルナイト。冬スポプレゼンツ、柳原加奈子のワンダフルナイト。この時間は冬スポがお送りしました。録音なのにノー編集ノーフォロー、柳原加奈子のワンダフルナイト、そろそろエンディングです。終わっちゃう。まだまだちょっと来週もゆっくりお話できればと思うんですけど、はい、何でも全国ツアーをやるそうで。そうだ、すみません、ちょっと宣伝させていただいてよろしいでしょうか。我々市電区間という単独公演をすることになりまして、でこちら、7月24日から26日まで東京の方で草月ホールでやらせていただきます。あと全国も回るのでよければいらしてください。すごい、初都市全19公演、はい、そうです、初の全国ツアー、初の全国ツアーで、お客さん入るのかしら。いやこれは見に行きたい。いらしてください。ぜひぜひ。皆さん来てくれたら柳原さんに会えるかもしれないよ。そっち、どこの公園かしら、東京かな。じゃあこれ詳しいことはホームページ、そうだ、あたりさんのホームページで、はい、はい、あ辻さんも、辻さんもいらっしゃる、はい、そうです、そうです。やっと会えたね、やっと会えた、皆さんの方もいらっしゃる。これすごい。じゃあもう今結構じわじわちょっと作り始めている、はい、時なんでしょうか、はい、そうです。もうね、まず舞台美術がびっくりすると思う、うん、舞台美術にのことだけ、決めて、あと自分漢字の自分たちが何もやってないそういうの考えるのが好きで、うん、先にそういうのをね、うわ、またちょっとこれゆっくりこの話をさせてください、はい、来週お願いします。というわけでまた来週お会いいたしましょう。ここまでのお相手は柳原加奈子と中野壮子と日本へで来てる、なんでコーチも日本へで来てるのでした。ありがとうございました。